みずきちゃん、今から資料室の整理をお願いしていいかしら。そんでもってついでに私のデスクから資料も運んでちょうだい。段ボール3箱分あるけどよろしくね。すみません塚田さん、それは業務の範囲を超えているので無理ですね。ああ、塚田さんのデスクにある資料って確か社内の機密情報ですよね。そういうのをパート社員は触らないように言われているんです。こんなの別にどうってことないわよ。ちょ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 って運べばいいだけなんだし。私、規則に違反することはできません。それともう定時です。パートは残業禁止なので上がります。資料室整理は明日やりますが、資料運びは自分で行ってくださいね。ちょっと待ちなさいよ。正社員の上司が命令しているのに無視して帰ろうって言うわけ？無視じゃありません。ちゃんとできない理由を伝えています。その理由に私が納得していないのよ。この際だから言わせてもらうけど、みずきちゃん、あなたね、パートのくせに生意気なのよ。生意気ですか？そうよ、いつも私の命令を無視してばっかり。こんな生意気なパート社員は初めてだわ。奇遇ですね。私も塚田さんに対してこんな正社員は初めてだと感じていたところです。なんですって？パートとして採用されて1ヶ月、パートだからと正社員の肩や足のマッサージをさせたり、3駅も離れたお店にランチを買いに行かせたり、最近は塚田さんが担当する書類作成を私にほぼ押し付けていますよね。こんなに理不尽な正社員は初めてで、私も驚いています。これのどこが理不尽なのよ。パートは正社員にこき使われるのが仕事なのよ。真っ当な命令ばかりじゃない。はい？それなのにあなたと来たら、それは業務の範囲を超えているからとか、残業はできないだとか、パートのくせに生意気なのよ。業務も限定されて残業もしなくていいからパートなんですよ。私に好きなだけ仕事をさせたいなら正社員に昇格してください。話はそれからです。まあ、こんな生意気なパートを正社員にしたら会社が潰れるわ。あんたなんて一生パートでいいのよ。では一生業務外の仕事をせず、残業もしなくていいってことですよね。ありがとうございます。だからなんでそうなるのよ。本当に生意気な人ね。お褒めにいただき光栄です。褒めてないのよ。そうだ、思い出したわ。私、みずきちゃんにもう一つ言いたいことがあったのよ。私にですか？あなた、今日のお昼に食堂でご飯を食べていたわよね。それが何か。ちゃんと昼休憩時間内の利用でしたよ。はあ？そもそもパートごときが食堂なんて使ってるんじゃないわよ。あの食堂は正社員様のために作られたの。パートごときが使っていい場所じゃないんだよ。でも他の社員やパートさんが好きに使っていいって言っていますよ。他の奴らが許しても私が許さないわ。あんたは生意気だし食堂の利用は一切禁止ね。ただの嫌がらせじゃないですか。あらら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 、もしかして食堂が使えなくなって悲しいのかしら。もうしょうがないわね。私に服従するって誓うなら特別に使用許可を出してもいいわよ。はい。ペペペペペ、これでもう私の命令に従うしかないわね。食堂利用を許す代わりに私の言うことを何でも聞きなさい。まずは早速明日から毎日私の肩もみよ。絶対チャイニー屋です。なんですって？そんなことなら食堂なんて使わなくて結構です。デスクでも食べられますし、なんだったら外の公園で済ませます。嘘でしょ？私に服従しないってわけ？はい。あ、もちろん、仕事の指示なら従いますよ。ただ、出過ぎた指示や命令は従わないってだけですから。塚田さんの場合はそれがほとんどなんですけどね。ふざけんじゃないわよ。こんな真っ向から私に対立してくるなんて、あんた自分の立場ってものを知らないようね。私の立場ですか？そうよ、所詮あなたはパート社員、正社員の私はあなたをクビにすることができるんだから。いや、できませんよ。え？だって人事権は人事のことしか持っていませんもの。塚田さんがギャーギャー騒いだところで私をクビにはできません。人事の人に相談ぐらいならできるでしょうが、日頃の無茶な命令は記録していますからね。なんですって？所詮パートですからね。何かあった時に不利になりやすいので、自衛のための記録です。ええー、
パートのくせに私を脅そうとするなんて。脅してなんかいません。それでは話は以上でよろしいでしょうか。母の介護があるのでそろそろやりとりを終えたいのですが。もうあんたなんてどうでもいいわよ。私に服従しないって言うなら食の乗りは禁止だからね。自分で言い出したんだからきっちり約束は守りなさいよね。かしこまりました。パートのくせに食堂を使うなんておこがましいのよ。あんたなんて隣の真っ暗な資料室で食べてるのがお似合いよ。え、あんな天国みたいなところを使ってもいいんですか。え、ありがとうございます。利用者が多くて騒がしい食堂より快適ですね。では今後の昼休憩は資料室を使わせていただきますね。塚田さんの命令ですので他の社員の方にも告知しておいてください。ちょっと待ちなさいよ。はい。あんた何をそんなに喜んでいるのよ。あの暗くて埃まみれの資料室で休憩しろって言ってるのよ。そんなところが嬉しいなんてあんたってよっぽどネクラ。いやだな、パートへの嫌がらせを趣味とする塚田さんほどじゃないですよ。なんですって。でもそっか、いつも資料整理などの雑用を私を押し付けてるから知らないんですよね。あの資料室、私が採用された時にちょっと改装されているんです。え、今はとっても綺麗でクーラーも最新のもので快適空間なんですよ。だから私、資料整理の雑用は面倒ですけど嫌いではなかったんですよね。そうなの。先週なんて嫌がらせのように午後いっぱい資料整理させましたよね。ずっとクーラーの効いた部屋に入れてとっても快適だったな。私の嫌がらせが効いていないなんて。それと誰が置いたのかわからないソファーも奥にあるんですよね。改装前から置いてあったのかな。でも昼休憩に資料室を使っていいならソファーも利用 OK ですよね。え、快適なお昼寝もできるなんて最高ですよ。使用許可ありがとうございます。え、何それ、クーラー付きソファー付きなんて聞いてないわ。そんなのあんただけずるいじゃないの。ずるいも何も塚田さんの命令なんですけど。とにかく資料室の使用は禁止よ。やっぱりあんたは部署から一番遠い会議室でご飯を食べなさい。パートのくせに快適に部屋でご飯なんて許さないんだからね。ちっ。みずきちゃん、あなた今日は確か休みよね。はい、休みです。悪いけど今日休日出勤してくれないかしら。会社が大ピンチなのよ。え、何かあったんですか。実は会社中でノロが発生しちゃったの。どうやら食堂が原因らしくてね。そのせいで食堂を利用していた正社員の半数以上が欠勤だわ。今うちの会社を支えられるのはパートしかいないのよ。それは確かにピンチですね。あれ、でも塚田さんは大丈夫なんですか。何言ってるのよ、私も漏れなく感染中よ。今朝からトイレに濃度しっぱなしだわ。うへぇ、お疲れ様です。いくらパートといえど今日という今日はイレギュラーよ。休日出勤しに来なさい。確かにこればっかりは見過ごせませんね。フルタイムは難しいですができる限り手伝います。私は会社で何をしたらいいですか。途中まで進めている資料作成を引き継げばいいのでしょうか。そんなものは今はいいわ。とりあえずあなたは資料室の大掃除よ。え、資料室の大掃除ですか。社員の半数以上がいない中で。実は私あの資料室でずっと休憩したりサボったりしていたの。え、こういうのって確か感染者の触ったところは全部除菌するんでしょ。このままじゃ私が資料室でサボっていたのがバレるから、見つからないようにこっそり資料室を掃除しておきなさい。最近やたら資料室に積極的に行くようになったと思ったら、あの快適空間で毎日のようにサボっていたんですね。正社員の当然の権利よ。ええ、今日中に資料室を隅から隅まで除菌しなさい。一日でなんて無理ですよ。しかもバレないようにこっそりとなんて。これは正社員からパートへの命令よ。無理なんて言ったらどんな手を使ってでもクビにするからね。そんな、私のサボりがバレないように今すぐ資料室を除菌しに来なさい。お昼用のソファーもピカピカに磨き上げるのよ。あのソファー社長のですよ。え、もしかしてサボりの度に使っていました。ちょっと待ちなさいよ。え、社長のソファーってどういうことよ。実はあのソファーがいつからあるのか気になって暇な時にいろんな人に聞いていたんです。そしたら古株のパートのおばちゃんがあれは社長がこっそり置いたものだって教えてくれたんです。社長が。
仕事で思い詰めることがあるとあそこで休憩しているんですって。まさかそのソファーを塚田さんが勝手に使っていたなんて。それにもし社長が休憩に使っていたら社長もノロに感染、塚田さんのせいで社長が、やばすぎるじゃないのですね。今すぐ除菌してちょうだい、社長に見つかる前に早くって思って会社に着いたんですけど無理そうです。え、社長絶賛資料室でお昼寝しています。何ですって。社員の半数も欠勤で会社は大変ですからね。社長も疲れ果てて休んでいるんだと思います。そんな私昨日もそこで昼寝をしていたのに、絶対に私のノロ菌がソファーにいっぱいついてる。でもすやすや寝てる社長を叩き起こすなんてパートの私にはできません。掃除は無理そうです。社員でもできないわよ、どうしましょう。とりあえず私はできる範囲で書類作成したら今日は帰りますね。どうぞ塚田さんも体調回復に専念してください。専念できるか、私のせいで社長が勝手にソファーを使ってることがバレてクビになったらどうしよう。それは体調を回復してから考えましょう。それではこれで失礼します。社長もこの後ノロの感染が分かり、会社は一時休業に追い込まれました。塚田さんは体調回復して出勤すると自らサボりを暴露し社長に懺悔。それに続いてパートへの仕事の押し付けや食堂禁止などのデタラメルールの強要が発覚し減俸処分となりました。ちなみに社長専用のソファーは今もこっそりと置かれています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。